はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー、純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は習慣化するコツについてお話ししていきますね。あなたは習慣化できなくていつも続かないなぁと、そのように悩んでいたりしませんか？勉強を毎日しようとしても習慣化できないなぁと悩んでいたりとか、筋トレを継続しようとしても毎回続かないなぁと、そのように悩んでいたりとか、いつも高い目標だけ定めてしまって途中でストップしてしまうとか、そのように悩んで、習慣化にこうチャレンジしていたとしても毎回うまくいかないなぁと悩んだことが一度はあるのではないかなと思います。誰でもこの読書が習慣化したらいいなと思ったりとか、ダイエットが続けられたらいいなとか、私たちは習慣化した後の自分を漠然と想像するものであったりしますよね。で、私も習慣化するということに対して、苦手意識を持っていたりしたんですね。読書をするにしても、新しい取り組みをするにしても、少し頑張ってみようと努力を始めるものの、結果は習慣化に至らないばかりか、自分の成長も感じることができずに終わってしまったといったことがよくあったんですね。その挫折感をですね、味わってしまって、何もできない自分はダメな人間なんだと、そのように自分責めをしていたということもあります。で、最近では HSP さんからもあれこれと意識が他に向いてしまって、一つのことに対して習慣化できなくて悩んでいますとか、そういったお悩みをお聞きすることが多くなったんですね。で、HSP さんは一度に多くの刺激を敏感に感じ取っているために、一つのことへ集中できなくなっているということがあるんですね。そのため、決まった時間にこれをしようと決めていたとしても、いざその時間になった時に、例えば外から聞こえてくるそういった音であったりとか、周囲の人の気配が気になってしまって、集中できなくて、結果習慣化できなくなっているっていうこともあったりするんですね。で、私もうまく身の回りのそういった環境整備ができなくて習慣化できなかったといったことがよくあったんですね。何事も習慣づけるということができるということは、それを長く継続できるということを意味していますよね。習慣化が身についてくれば、成果を感じることができやすくなってくるんですね。この習慣化が身についたおかげで、その成果が出るとですね、それは自己実現につながっていったりするんですね。この自己実現とは何かというと、自分らしくいるその状態のことを、自己実現と言ったりするんですね。自分らしく生きていくためには、習慣化を身につけておくということはとてもやはり大切になってくるんですね。何かを継続しているということは、何よりも自信につながっていくということがあるんですね。習慣化が身について継続することができれば、自分自身の自信の源になっていくということがあります。今回はそういった習慣化できない人の心理であったりとか、習慣化するコツについてシェアしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。で、この HSP さんについては過去の動画でいくつか詳しくお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。はい、まずはじめに習慣化できない人の特徴心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が、設定した目標のハードルが高すぎるといったことが考えられます。最初からあまりに大きな目標を設定してしまうと、習慣化するということがやはり難しくなってしまうんですね。私も過去毎日夜ウォーキングを1時間すると決めて実行したことがあったんですね。で、それまで私は全くそのウォーキングをしてこなかったということがあって、最初からその1時間という時間は私にとってはハードルが高すぎてしまって、結局三日坊主となってしまったということがあったんですね。自分の限界がどの程度か分かっていなくて、そのハードルの高い目標を設定してしまうと、1日頑張っただけでやはり体力を使い果たしてしまって、その後継続できなくなってしまうということがあるんですね。で、今回のそういった私の場合でウォーキングを始めるのであれば、まずは10分間ほど歩くということを1週間してみて、それを継続できたら次は20分やってみようとか、スモールステップを踏んでいく、そういったことが習慣化のポイントになっていくんですね。
はい、次に習慣化できない人の特徴心理2つ目としては、短期的な成果を求めすぎているといったことが考えられます。あまりにも短期的な成果をこう求めてしまうということで、習慣化できないといったこともあったりするんですね。継続する努力とその結果は比例するわけではなくて、グラフで表現すると曲線を描くような形になってきたりするんですね。どんなにこう小さな努力でも、こう継続した時間が長ければ長いほど後になって結果が伸びていくということがあるんですよね。このように瞬間的な努力は決してすぐにこう実を結ぶというわけではなかったりするんですね。今すぐ成果を感じたいなとか、やはりこう人は短期的な成果を求めてしまいがちでもあるとは思うんですね。で、私もそうだったんですけども、今日やったことが明日成果としてこう現れるということを、ついつい期待してしまうといったものでもあるんですよね。短期的な成果を求めてしまうからこそ、なかなかその成果が現れないことに対して自分自身がですね、嫌気がさしてしまって習慣化を諦めてしまうということもあるんですね。はい、次に習慣化できない人の特徴心理3つ目としては、無理をして何でもやろうとしてしまうといったことが考えられます。習慣化に失敗してしまう理由は、無理をして自分一人でこう抱え込んで、全てやろうとしてしまうということもあるんですよね。習慣化するのは自分ですから、もちろん一人で取り組む時間というものも必要となると思います。ただですね、こう近くにサポートしてくれるような人がやはりいないと、途中でこう悩んでしまったりとか行き詰まってしまった時に、こう励まされるということもなくなってしまうんですよね。その結果、これをやっていても本当に自分は成果が出るのかなとか、そのようにこう悩んでしまったり思ってしまって、習慣化する前に継続することをやめてしまうということもあります。あなたが信頼できる人にですね、自分が取り組んでいることを話をしてみる機会を作るということも、モチベーションアップにつながったりするんですね。そうすれば、あなたの個性を知っているような人であれば、悩んだ時にですね、的確なアドバイスをしてくれる、そういった可能性もあると思います。またそういった周囲にそのような人がいないというふうに考えている人も多いと思うんですね。そういった時はオンラインの、そういったコーチングとかカウンセリングを受けてみるのも一つの方法となっていくんですね。そういった心理のプロとかコーチングのプロであれば、あなたのお悩みに合ったアドバイスをしてくれると思います。はい、次に習慣化するための3つの方法についてお話ししていきますね。まず1つ目が、まずは1つだけのことを習慣化すると決めるといったような方法です。一度にあれもこれもやはり挑戦してしまうと、継続できなくなってストップしてしまう可能性が高まってしまうんですね。最初から1日のスケジュールを決めてしまって、勉強1時間、運動1時間、読書1時間とか、そのようにですね、1日にすべきことというものが多くなってしまうと、やはりハードなスケジュールをこうこなせなくなってしまう、そういった可能性が高くなってくるんですね。これは完璧主義となってしまうということで、やはりさらに自分を追い込んでしまうということもあります。で、私自身も過去そのようにですね、スケジュールをすべてこう組んでから習慣化しようとしてしまって、休息するということができないほどのスケジュールになっていたということがあったんですね。その結果、一番大切なその休むというスケジュールを組み込めなくなってしまったといったことがありました。そのハードスケジュールをですね、こなさなければいけないのだといったような、丸々すべき思考となってしまいがちになるんですよね。なので、最初はですね、無理しないで一つだけのことを習慣化するということを決めて取り組んでみてくださいね。はい、で、この完璧主義については過去の動画でお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に習慣化するための方法の2つ目としては、最初は取り組む時間を短く設定するといったような方法です。作業に取り組む時間は突然長時間に設定するのではなくて、短時間に設定するといったこともポイントになるんですね。時間が短ければ、これを済ませたら休憩しようとか、そのようにゴールが見えやすくなっていって、無理して自分を追い込むということを避けるということができるんですね。誰でも毎日やる気にこう満ち溢れて常にそういった状態でわけではないですよね。
例えばそういった季節の変化であったりとか、まあ、環境の変化でやる気が出ない時期というのも、まあ、当然ながらあると思うんですよね。習慣化するためにはこのやる気が出ない時というところといかにこう付き合っていくかというのが重要になってくるんですよね。やる気が出なくても短い時間に設定しておくということで、まあ、習慣化に有効となって働いてきたりするんですね。まずはあなた自身が、まあ、とりあえずこれなら行動できるかなとそのように感じる短い時間設定を心がけてみてくださいね。はい、次に習慣化するための方法の3つ目としては習慣化する代わりにやめることを一つ見つけるといったような方法です。新しく何かを習慣化するということはその分の時間的な制約を受けるということを意味していますよね。そして1日のうちに限られた時間がやはり削られるということはこれまで行っていたその時間を何か削らなければいけないということも意味していると思います。まずは今現在あなた自身が取り組んでいることを一度ノートに書き出してみてください。そしてその中に優先度が低いものであったりとか時間を短縮できるものを見つけて一つ手放すということなんですね。まあ、何か一つ手放すということでその代わりに新しい習慣の時間を作ることができてそこに励むということで、まあ、習慣化されやすくなっていくんですよね。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は習慣化できない人の原因心理と習慣化するコツなどについてシェアさせていただきました。習慣のポイントとしては目的意識がですねはっきりしているか否かは、まあ、継続する上でやはり大きなモチベーションになってくるんですね。目的を漠然とした曖昧なものに設定してしまうとやはりどうしても継続の最中に、まあ、成果がなかなか出ないということに焦ってしまったりするんですね。まあ、このまま継続しても無意味なのかなとか、まあ、そのようにですね思いに駆られてしまって習慣化できないそういった可能性があったりするんですね。まあ、例えばあなたが読書を習慣化したいなと、まあ、そのように思っているといったことを少しイメージしてみてください。あなた自身が〇〇について学びたいからこの本を読むといったようにその学びという明確な目的があればですねその本を読破するためのものではなくて学んで成長したいとそういったモチベーションが生まれてきて読書が習慣化しやすくなるんですね。まあ、このように目的がはっきりとしているということはモチベーションのその持続に大きく関係していくのでまずは習慣化する行動の目的意識を持つというところから始めるといいと思います。ほんの少しの時間でもですね習慣化することによって大きな成果が期待できるんですね。習慣化するためにはこの目標を具体的なものに設定するということがやはりとても重要になってくるんですね。でまたその継続していくためには、まあ、先ほどもお伝えした通りですねこうスモールステップで小さな階段を上がっていくようなイメージでスタートさせていくということも重要になります。成果が目に見えて出るようになるにはやはり誰でも時間がかかってくるんですよね。いかに自分が習慣化できて継続できるかに着目していって、まあ、少しずつ積み重ねていくように心がけてみてくださいね。ぜひ今回紹介した3つの習慣化するコツをですね実践してみてくださいね。はい、今回は習慣化するコツについてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなと感じていただけるところとか何か新しい気づきのきっかけになったなとか、まあ、そのように思っていただけるところが一つでもあったらとても嬉しいなと思っています。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。